パープルピープルイーターズは NFL のミネソタバイキングスの1960年代末から1970年代末にかけて4度スーパーボールに出場した当時のディフェンスラインユニットのニックネーム。由来はミネソタバイキングスのチームカラーの紫とシェブウリーの歌であるパープルピープルイーターから来ている。1969年にバイキングスのディフェンスは前年に オルチモア・コルツが作った失点最小記録144点を更新する133点しか相手チームに許さなかった。この年チームは NFL で35年ぶりとなる12連勝を記録した。1971年にアラン・ページが守備選手としてシーズン MVP に選ばれた。彼以外に守備選手で MVP に選ばれたのは1986年の ローレンス・テイラーのみである。1968年から1977年までの10シーズンでチームは9回地区優勝を果たし、4回、スーパーボールに出場した。オリジナルメンバーであったゲイリー・ラーセンの対談後には、ダグサザーランドがメンバーに加わった。1970年代の強力なディフェンスユニットには、ダラスカウ・ボーイズのドゥームズ・デイ・ディフェンス、 ピッツバーグスティーラーズのスティールカーテン。デンバーブロンコスのオレンジクラッシュディフェンスがある。バイキングアップデート、パープルピープルイーターズ。2008年2月8日閲覧。印象に残る守備陣のニックネームトップ6。NFL ジャパン。2012年5月17日、閲覧。ABC、ザソウルオブザゲーム、ザパープルピープルイーターズ。 taylorblitztimes.com 2020年5月22日閲覧 ABC 名 DC ライアン氏勝敗の鍵は今なおディフェンスと主張 NFL ジャパン2012年2月6日閲覧ありがとうございます